ドラゴンズドグマの世界の設定自体が、まあ、たくさんある平行世界の中の、まあ、一つの世界のお話だし、ポーンたちはそれぞれの平行世界にいてるユーザーと、まあ、ポーンのやり取りをしてますっていう世界観でやってる中で、今回もドラゴンズドグマの世界観の中のどっかの平行世界の一つっていう、設定です。なので、まあ、ドラゴンを中心にぐるぐる、回ってる輪廻のお話であるとか、前作でいろいろ表現した設定とかっていうのは全部引き継がれています。ただ違う平行世界なんで、ところどころ似てるけど違うみたいなところはあるかなと。みんなが思っていたファンタジーの世界っていうのが現実にあったらこんな絵でしょって言えるような、あのハイファンタジーの絵作り、世界観作りっていうのに非常にこだわっています。一作目からそうですね。だからヨーロッパ、イギリスの北の方の感じ、植物とか建物とかもこだわって設定作っています。はい、10年前、ドラゴンズドグマ1をの時にアートディレクターをしてたんですが、その基本的にはその前作を踏襲した形でっていうことだったんで、まあ、余計にそのガラッと変えるわけではない中で何を変えていくかっていうことが一つ一つちょっと細やかに、まあ精査していくっていうのが、まあ、ガラッと大きく変えないからこそちょっと難しいところはありました。今作はハイファンタジーを、コンセプトに掲げてまして、で特に、こちら、アートディレクターの池野の方からまず最初に提示された資料などは、まあ、いわゆる映画だったりとかそういったもの、作品の資料というよりは、例えば昔の風景が描かれた絵画だったりとか、特にそのシンプルなものがすごい多かったのが特徴的だったと思っています。宣伝で言われている王道ファンタジーとかっていう言葉もまあそうなんですけど、より広く多くの人が愛してくれていたそういうものを、まあ、古典絵画とか中世の絵をもとにそこを見て背景とかっていうのは、まあ、最初構築しようとしていたっていうのはそこからっていう部分が大きいですかね。実際の距離はそんな遠くないんやけど、行きたい場所も見えてるんやけど、行くまでの道のりがワクワクがある地形ってどんなんやねんみたいなのを、主に地形作ったりとか企画するメンバーとかに把握してもらうためにいろんなとこ行きました。まあ、主に登山とリアス式海岸とのとこの地形がええねんって、高低差がはっきりしててブラインドが多いんで、そういうところに行きましょうってみんなで行って、ここここここってこの感じこの感じこうワクワクするでしょっつって言いながら理解するみたいなことをやったりとか、まあそれこそ PS3 以降ぐらいの ハードからですね、割とリアルに見えるんで、記号的にここ落ちたら死ぬねじゃなくって、見た目で落ちたら死にそうやなっていうところが分かるとかっていうところが、表現できるようになりましたので、アベノハルカスの上のビルの横をこう通るね、怖い体験イベントとかあって、それみんな行ってきてっつって、味わってきて、何が怖いか味わってきてとか、みんながそう心を動かされる地形、見え方って何かっていうのは、最初の頃に非常に勉強というか体験、意識して体験してもらいました。はい、獣人に関してはその前作の一番構想の初期の段階でイメージアートを描いてるんですけど、その原点があのウォーザードっていう大昔の、 あの格闘ゲームがアーケードでありまして、そこに獣人の主人公がいるんですね。それが頭にあって、まあ、ドラゴンズドグマ1の時の本当に開発初期にそこを含めてイラストにはしてたんですが、まあ言っても当時やっぱりちょっとファーね、 毛の表現とかっていうのが難しくて、まあ、ちょっと初めてのオープンワールドに挑戦っていうのもあって、まあ、獣人ちょっと制作する上で難しいっていうので、まあ断念はしたんですけど、まあ、それが10年経って今の技術で、うちの、ね、R エンジンの機能も含めていろんなことをちょっとできなかったことを実装してもらいながら
今獣人が再現できているんで、まあ、ちょっと10年また会が、ね、開発でもあったかなと思います。今回2つの国があるということで、まあ、まずいろんなことを考えてみたんですね。例えば宗教の違いだったりとか、まあ、片方の国は獣人が多め、片方の国はまあ人間が多めだったりするんですけど、まあ、そういった中でじゃあどういった文化の違いとか生活の違いが生まれるかとか、あとはその土地がやっぱりそこそれぞれ違うんですけど、そういったその土地の気候だったりとか、まあ風土に適した服装はどういったものなのかなどを総合的に考えながら、まあ、最初にやっぱりディレクターが望むだったりとか、まあ、アートディレクターが望むビジュアルに落とし込んでいくということを中心に考えてきました。異世界の中で異国感を感じるっていうところに特化する土の色、空の天気、人種の割合、宗教、産業、全部異国感味わえるように、かといって特定の国を想像させないようにっていうすごい微妙なラインをうまく作れたかなと思っています。その辺を感じていただけると嬉しいです。はい。